はい、キャプテン小池です。こんにちは。ただいま時刻は2021年の8月26日木曜日、正午になりました。17時間断食、終わりました。今日もね、無事に終わりまして、そしてね、昨日動画で上げておりましたシュガースポットが幾分ついております。バナナをね、ちょっと軽く1本ね食べてみようと思います。こんな感じでね、シュガースポットはねそんなに増えてないと思いますね。昨日からねちょっと開けますので、待ってください。どんな感じかな。一番ね、悪そうなものをから食べていかないとね。ちょっと待ってくださいね、両手でしないといけないんで。これが悪そうやな。切れない、ハサミで切った方がいいかな。はい、切れました。こんな感じですね。ただ1個食べてみましょうかね。ちょっとね、こっからねまたねエチレンガスがね出ると思いますので、ここねテープでビニールでまた養生します。後でね。はい、したらそのままで今から食べてみたいと思いますけれども、ちょっとね固定するものがないんでね、こうやって開けます。片手で、バナナを剥いていきます。はい、こんな感じですね。見えますでしょうか。そんなに草、ちょっと黒くなってるところもありますけれども、ちょっと食べてみましょう。はい、うん、美味しいですね。17時間の断食が終わってね、今食べておりますけれども、うん、シュガースポットのねついてるバナナね、ほんとね体に良さそうです。うん、甘いですね。甘い、うん、はい、ボリュームがあってね、すごくね美味しいです。ちょっとね、こういったね感じでね、ちょっとね太めのねバナナの方がね美味しいような感じがしますね。太くて硬くてね、でまだね腐れてないのでね、毎日1本ずつにしたいと思いますね。はい、今こういう状況です。また明日ねどうなってるか分かりませんけども、この辺ちょっと黒くなってますんでね、明日これこのバナナ食べましょうかね。他のやつはまだシュガースポットがそんなにできてないんでね。はい、それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。